私のこと見ても声かけないでください。なぜなら声をかけられても対応ができないので、私一人だと一応演奏はしてるんですけど、なんか多分私ってわかるんで声かけないでください。うろちょろっていうか、あの新しくなった新潟駅を見てます。私よくその辺にいるかもしれないんですけど、ちょっと対応ができるかどうかわからないので声はかけないでください。いいねこれ、結構いい ASMR じゃない。音フェチの人いますか。これいいな、めっちゃいいな。今度からささやき配信にしようと思います。いいねささやき。いいねこれ。芝の治療怖いので、小さい頃に一回虫歯なったことあるんですけど、治療が本当に痛くてもう一生やりたくないので、歯医者さん行きたくないんですけど、さすがにちょっと痛くて。絶対これは配信で言う話じゃなくて病院に行ってください。ささやきは何でもいいと思ってる。いやいやいや、すいません、ガチで怒られてます今。バ
暴露だね。奥歯腐り系アイドルはやばい。あとそこに押し入れがあるんですけど、押し入れの前にあの枕があるんですよ。それ私が前使ってた枕なんですけど、あの私寝てる間に話を出してしまったみたいで、枕が血だらけなんですよ。それで今そこにあるんですけど、この前お友達をお家に呼んだら、え、ここで事件があったのって言われて、違うよ私の話だよ洗濯したんですけど、だいぶ広がってて取れないんですよ。だからこの枕はいつか捨てるっていう話になって、その押し入れに2年間放置してあるんですよ。ママ枕捨てて。ということで中止になって、私も結構触り心地いいので、カビ生えてないですよ。それではまた30分後に会いましょう。さようなら。あ、なんかここで順位見れるんですね。団長は次の配信でやりますので、一旦中断ということで、また30分後に会いましょう。じゃあ一回充電させてください。バイバーイ。バイ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 。また来てね。もう来ないでねとか言わないから。バイバイ。